いただきありがとうございます。今回は奈良市南京畑町になります、1階、2階の貸し屋のご紹介をさせていただきます。まずこちらが、1階部分がですね、ダイニングキッチンとなっておりまして、こういう感じのね、L 字型のキッチンとなっております。ガスコンロもね、置いていただけますし、作業台としても使っていただけるので、すごくね、快適に使っていただけるキッチンとなっています。で大きなね、窓もございますので、換気もね、バッチリできますし、風もね、たくさん入ってきますね。で、照明はそれぞれもうすでについておりまして、でこちらが玄関スペースとなっております。でこちらにはね、シューズボックスもこんな感じでついてますね。でダイニングキッチンの、隣にこういう小さな洋室がございますので、まあ、収納としてもね、使っていただけるような大きさとなっています。で奥にですね、水回りがありまして、まずこちらに、洋室式のおトイレです。で反対側にこういうね、浴室がございます。で奥にですね、まあ、専用のお庭こんな感じでついてまして、こちらに洗濯物干していただいたり、洗濯機もこちらに置いていただくようになっております。それでは2階に上がってまいります。この階段にはね、綺麗なね、新しいベスにもついておりますので、証拠も確認できますね。で上には和室が2つございまして、まずこちらが、3畳の和室で、奥がですね、6畳の和室となっております。でエアコンもね、こちらのお部屋には1台ついていますね。で照明はもう全てのお部屋についてますので、初期費用もかなり抑えられますね。でこちらの和室にはこういう天井のね、高い収納がついておりますので、大きなお荷物とか、お布団とかもね、入れていただけるようになっております。はい、こちらの物件はですね、もう周りが、結構ね、築年数の古いような、物件ばかりなってまして、すごくね、静かに暮らしていただける物件になっているかと思います。詳しくは当社のホームページをご覧ください。賃貸のお先では、奈良のおもてなし、奈良心で皆さんのご来店お待ちしております。以上でご紹介させていただきました。バイバーイ。